今回は、レアル・マドリードと、ザルツブルクが、戦った、練習試合の中で、セルヒオ・ラモスが、日本代表の南野拓実に対して、相当危険なタックルをしたということで、話題になってますね。このタックルで、まあ、南野は、まあ怪我は多分しなかったと思うんですね。前半、セカンドハーフの、ね後半始まる頃のハーフタイムに交代ってなってましたけど、まあ、今のところ怪我したとかっていう情報は聞いてないので、まあ、おそらく大丈夫なんでしょうね。それがその、タックルされたシーンなんですけど、危ないですよね。これがもう南野が半年とか1年とかの怪我を負ってもおかしくなかったと思うんですけど、これにカードが出なかったんですよ。でしかも前半の1分30秒でしょ、これ。いや本当に南野が怪我をしなくてよかったなと思うところなんですけど、このタックルに関して、セルヒオ・ラモスのこのタックルに関して思うことは、セルヒオ・ラモスはクソですね。なんでかっていうと、まあもう、もともとクソでしょっていうふうに思ってる人はいるかもしれないんだけど、これ公式戦でやるんだったら、俺はセルヒオ・ラモスにはどんどんこういうプレーを俺やってほしいっていうのあるから、やってもいいと思うんですよ。ラモスって、荒いとかって言われてるんだけど、ここまで、他のサポーター、レアルじゃのサポーターではない人のから、こんなにヘイトを買ってるディフェンダーの選手ってなかなかいないと思うんですよ。だからもっと、ちょっとヒールみたいなポジションの、このトップクラスのレベルのでやってるディフェンダーって結構俺は好きじゃないけど、なんか見てて面白いなとは思ってるんで、これをやるんだったら公式戦でやってほしかったんですよ。これは南野にこのタックルした、これは練習試合だから、練習試合でこんなタックルをしてくる選手、しかも1分30秒でしてくる選手に関しては、レッドカードを出すべきだったと僕は思いますね。で、唯一、今回プラスなことを言えるとしたら、南野がこのセルヒオ・ラモスのタックルを受けれた。で、受けてて怪我をしなかった。セルヒオ・ラモスのタックルを経験できたっていうのは、これは南野にとっては大きいのかなと思います。日本人でセルヒオ・ラモスのこういうタックルを受けれるってなかなかできない経験だと思いますし、鹿島アントラーズがクラブワールドカップで、レアル・マドリードと戦ってましたけど、そうだな、あの時もラモスが退場してれば鹿島勝ってたかもしれないんだよな、確か。また柴崎岳とかいた時だったけど、あの時もラモスは退場してもおかしくなかったようなシーンはあったんだよ。まあ、あの時は悪質な、ファールじゃなかったけど、ここまで。だこれはやっぱダメでしょ。本当に。まあ、なので、セルヒオ・ラモスはクソだっていうことが言えますね。はい、で最後に、このラモスのタックルの件を、エンドチャンネルの、今なんかバンになっちゃって、なんかもう動画がすごい消されてたんだけど、エンドさんにもこのネタ取り扱ってほしかったな。あのタックルをしたセルヒオ・ラモスは悪くないっすね。っていう動画見たかったな、俺。エンドさんなんか
保建英は、なんかレアルで通用しますね、みたいな動画も上げてたし、多分サッカーネタも結構、いける人なんじゃないかなと思ってたから、もしバンになってなかったら多分、セルヒオ・ラモスのタックルの件なんかこれ、拾ってたんじゃないかなって思うんですよね。遠藤さん復活しないかな。まあ、でも、うん。言えることは、まあ、セルフラムスはちょっと、うん。まあ、ああいうね、タックルは、練習試合ではしないでほしいね。うん。それだけは言ってこう。クラシコとかではもうバンバンやっていいと思う。うん。バルササポからすっごい嫌われるだろうけどね、もうね。まあ、もう常に嫌われてるか。一番嫌われてるんじゃない？セルヒオ・ラモスって世界から。うん。かもしれないね。はい。ということで、ここまでご視聴してくださった皆さん、ありがとうございました。